はい、皆さん、こんにちは。デジーでございます。今日はね、ちょっと変わった商品を紹介します。えっとね、もうすでに映ってますけども、これソニーさんから、えー、発売されました、レオンポケット、レオンポケットですね、という商品でございます。これ何、な、ー、一見するとね、何の商品かわかんないですよね。 はい。実はですね、これ、キルクーラー、キルエアコンって言われている商品でありまして、えー、クラウドファンディングかなで、6600万円を集めた注目商品だったんですよ。それがですね、7月1日に一般販売が開始されました。で、本体価格は1万3000円プラス税となっておりますね。 で、専用のですね、インナーウェアも売られておりまして、そちらの方は1800円プラス税となっております。で、今ね、結構ね、売り切れてるとこが多くて、うん、一部はね、ちょっとプレミア価格になってましたね、アマゾンとか覗いてみたら。はい。でね、えー、ま切、あ、るクーラーっていうだけあって、 えー、ズバリね、これ、この、この部分がね、すんごく冷たくなるんですよ。でね、使い方は非常に簡単で、えー、サイドを見るとですね、ここに電源ボタンらしきものがありますね。で、ここにね、USB Type-C、まあ、いわゆる充電端子ですね、があります。で、ここはね、あのー、通気口かなうん。で、 えっとね、こ、この部分、この部分が基本的に冷えます。で、もちろんね、暖かくすることもできる。んで、えー、基本的にですね、年中使える商品ですね。で、今からですね、ちょうど、もう、えっと、今日は7月9日ですけども、これからですね、もう毎日暑い日が続くと思うんで、えー、みんなクール、クーラーで使うと思うんですけども、 えっとね、これ使い方もね、こういったスマートフォン。スマートフォンで、これレオンポケット用のですね、こういったアプリがあります。これをインストールす、アプリをですね、インストールすると、すぐ使えるようになります。で、ここに、ここは電源ボタンが青くなるともう使える状態ですね。はい。 こんな感じですね。ちょ、ちょっと、見にくいかもしれませんけども。で、えー、っと、冷たさ、冷たさは4段階。ここで4段階切り替える。今、今オートモードなんで切り替えできませんけども。ほら、こんな感じで。すごいファンの音がするでしょう。これ、最大になってます。そうするとですね。 ここがすごく冷たくなるんですよ。で、今、これ、ファンの音がね、最大にするとね、結構大きい。聞こえます、うん、これはどうかなと思いましたね、うん。で、オートモードにすると、あのー、自動で。 空力を変えてくれるんですけどもそれでもね若干ファンの音は大きいかな聞こえるこんな音ね聞こえますはい充電時間はですね、えー、約2.5時間かなで、えー、使用する駆動時間やね駆動時間も 大体2.5時間ほどですねちょっとね短いかな3時間もたないからねうーん本当に緊急用としてなら冷やせるだろうけど、うん、この部分だねシリコンシリコンっぽいゴムがついてますけども直接肌に触れてもすごいひんやりして夏にはね いいかもしれない。これ逆にね、屋外屋外で使うよりも、家の中とか、室内で使った方が、結構実用的かなーっていう気はしましたね。使ってみて。はい。うん、ちょっとね、 なかなか面白い商品だなと思,思うんですけども、やっぱあのー、バッテリー駆動の短さと、このファンの音がちょっと気になりますね。うん。決して悪い商品ではないんだけど、もうちょっと改善の余地はあるかなと思いました。 で今映っているのがこの専用のインナーウェアですで、えー、っとこの首首の後ろですねの方にポケットがありましてこんな感じでこんな感じで、えー、レオンポケットを入れます、ね、でちゃんとね後ろのこの通気口の部分はですね穴が開いてるんで あの専用のポケットで,あります、ね、でここを直接肌につけると要するに首筋ですね首筋のところが冷えるという構造になっております、はい、でね、あのー、このインナーウェアなんですけどサイズがですね S と M と L がありましてまあ私はね結構ォー,ーマンボデーなんですけども ちょっとね L を買ってみたんですけどもねあのー、かなりきついですサイズが。でえー、っと結構ねフィットした方がいいよっていう記事は読んだんですけどもちょっとこの L サイズではもう8切れんばかりの <laughs> 窮屈感がもう耐えられなくて、えー、使わなくなってしまいました。 はい、もうちょっとね、大きめのサイズがあってもいいかなとは思いますね、ソニーさん。はい。ということで、今日はですね、えー、この、ソニーさん。ソニーから出たっていうのが面白いよね、こういった商品が。まあ、キルクーラー、切るエアコンって言われている、えー、レオンポケットを紹介しました。ちなみにね、付属品は、この充電用の、えー、USB Type-C ケーブル。 この短めのケーブルがついております、はい。ちょっと気になる方はですね、これ。これからちょうどね、熱くなりますし。気になる方はね、えー、買ってみてもいいんじゃないのかなとは思います。ただね、ちょっと中途半端感はありましたね。使用してみて。うん。ということで今日はこのレオンポケットを紹介しました。それでは。